なんか重いメール来てるわ。相談したいことがあります。上司からの仕事を失敗した時に、中卒、ニート、引きこもり、ラッパーを差別する暴言や胸ぐらをつかまれて、平手やグーで殴る暴力を受けています。なんで、お前ラッパーなの？上司から受けたアッパーで舌が切れて化膿しました。お前これ、いい詩になってんじゃねえかよ、おい。よかったな。お前、これ C、C が、上司から受けたアッパーでよ、みたいな。おめえ、これ C かけてんぞ、おい。捨てたもんじゃねえな。おい。かけ、今すぐ。さすがラッパー。上司から受けたアッパーで舌が切れて化膿しましたっつってメール。あ、本当に、あ、アッパーされてんだ。やっと社会復帰して親孝行できると思った矢先に、仕事をやっても罵られ、殴られる毎日、反省して改善しても何度も暴力と、罵倒と暴力を受ける始末です。お前ラップの才能があるぞ。お前からのメール、ラップ音にしか聞こえねえぞ。これをどう書き捨てればいいのか私はもうわからないので相談したいです。もしも加藤純一の相談を受けなかった時は、上司のパワハラを円満に解決させる策が自分にはもうないので、あ、自分の得意先の企業であるなんとかという会社のツイッターアカウントに、上司に受けた怪我の画像や問題発言、創価学会や北朝鮮を馬鹿にする言動、部下をポンコツ呼ばわりするなどのボイスレコーダーを上げて、俺みたいな上司がいんな。警察沙汰にするか、上司の人生を徹底的に壊したいと思います。やっていいぞ。やって、それを、しかも、いい、じゃあ、俺がいい。それやって、しかも、上司から受けたアッパーで、よーみたいなのを歌詞にして、フリースタイルダンジョン出てくれ。これ今俺の案だからな。お前がもしラッパーとして成功したら、マジで俺の名前出せよ。やっていいぞ。音楽王で会おう。また一人救ってしまった。ちなみにそのメールじゃありません。あ、ごめんなさい。 なんかでもそれ以外大してメール来てねえぞ。深刻な悩みでメール送りましたから、読んでほしいです。お前今日だけだぞ。普段俺、自分の雑談中はあんまりメール読まねえからな。自閉症です。多分これなんだろうな。タイトル、自閉症です。読みましょうか。こんばんは、配信中に申し訳ありません。お前、いい自閉症だな、お前な。社会経験の豊富なうんこちゃんに相談したいことがありまして、メールさせていただきました。僕は21歳、実家暮らし、無職です。物心ついた時から自分は周りと比べて浮くなとはいう実感があったんですけど、先日アスペルガー症候群適応障害と診断されました。アスペルガー症候群の適応障害って何？適応障害ってなんか、その人間関係があだこうだってこと？浮くという自覚がありながら、人と接するとどうしても浮かない自分を演じてしまい、気づかない間にものすごいストレスと疲れが溜まっていた今いるようで、アルバイトを始めてもうつ状態に陥り、立ち上がれなくなり、家に帰されてクビになったり、出勤日の朝に立ち上がれなくなり、お休みをいただいたりが続いてしまい、結果クビになることが多くあります。これはもう人生を諦めた方がいいでしょうか？お時間あれば相談に乗っていただきたいです。これはもう人生を諦めた方がいいのでしょうかって言われて、俺がそうだなってた。お前死ぬのか？お前にいい仕事がある。お前ラッパーになれ、おい。いい詩が書けそうだな、お前な。さっきよ、俺の友達がよ、俺友達できたんだけど、いいラッパーがいんの。二人組のラッパーでちょっとデビューしね。そしたらラッパーになったらさ、人と関わんなくていいじゃん。いい詩書けてんじゃねえかよ。めちゃくちゃ。先日の俺はアスペルガー症候群だよ、みてえな。マジで適応障害。いいと思う。ゴメスっていう自閉症のラッパーもいると、なんか別に気にしねえでいいよ、そんな。なんかでもな、アスペの人ってさ、どこかの分野でさ、ものすごい力を発揮 するんじゃないの？メールを読んでくれてありがとうございます。頑張れよ。頑張れよ。元ヤクザのものですが、祖父がしょんべんをして亡くなりましたって、ちょっと一個読んでいいか。
そう、加藤純一視聴者速報今立ち上げてるから、元ヤクザのものですが、親父が、祖父がしょんべんをして亡くなりました。どういうことだよ。先日の放送で山でしょんべんをしててイノシシの罠にかかって死んだとコメントしたものですが、あったね、嘘と疑われて心外です。私の祖父は先の戦争で通信兵として戦地に赴き国に貢献した立派な人間です。加藤さんならまだしもクソリと共に笑われたと思うと心外です。祖父は生前畑仕事の傍ら漁師として山に出ていたのですが、そこで山を守っていました。最近私の地元の山では密漁や罠を守らない漁師が増えて問題になっています。罠を張る際にはここに罠がありますから気をつけてくださいねと張り紙を貼らなければならないんですけど、それを守らない人や漁自体をしてはいけない場所で漁を行う人が増えたと祖父は困っていました。そこで祖父は山の秩序を守るために山の秩序も森の方じゃねえかお前の、そんなお前のおじいちゃんのこと俺森の方って呼んでいいなあ、お前森の王じゃん、お前の祖父山の秩序を守るためにってめっちゃかっこよくない？俺行ってみてよみんな、俺はさ山の秩序を守るためによっつって、めちゃめちゃかっこいいなお前のじじい、山の秩序を守るために頑張ってたの。そこで祖父が山の秩序を守るために違反した罠にしょんべんをかけて回っていたそうです。人間のしょんべんが罠にかかると野生の動物は匂いに警戒して罠に近づけなくなるので罠が機能しなくなります。そんな祖父が誤って罠にかかって身動きが取れなくなったところ、寿命が悪化して亡くなりました。ドジじゃん、ただのね、お前のおじいちゃんが亡くなった原因ってドジだぞ、ただのアホな祖父ですが、彼のことを思い出して今一人でも山を大事に思う人が増えてくれたら嬉しいです。きっと天国の祖父が喜ぶと思います。面白いじじいだなお前のじいちゃん、めっちゃ面白いじじいじゃん。森の王だと思わなかったぜ、まさかな森の山の秩序を守るためにって男に生まれたらさ、一度は言ってみたいセリフだよね。山の秩序を守るために俺は戦うっつって、一本映画かけそうじゃない、それで。もののけ姫クラスの映画かけるぞ。ちょっとメールいっぱい来てるみたいだから見ますか。ちょっとなかなか面白そうなのあんじゃねえか。17歳で整形失敗したものですって。お前病気だよ。一言でお前病気だから無理だよ。そのまま生きてけ。妹が脇がの彼女連れてきました。28歳会社員です。助けてください。お前失礼じゃないか。お前の大切な妹が選んだ男なんだから愛してやれや。脇がの義理の兄貴がよ。お前今日から脇がの義理の兄貴だ。バイサとか去年のお返しもらえてない。そう、メール来たわ。そう、昨日バイサとかメール来たわ。久しぶりです。今回のポケモン封鎖面白かったです。ハートって来たわ。変わってなかった。ホモだからな、あいつな。ハートって来た。おー、久しぶり。今度飯食べ行こうぜ。って返しといた。今日多分放送聞いてるわ。今日の21時からの雑談楽しみにしてますね。って。メール送ったから見てくれよかった。あ、これか。よし。ちょっと見るか。超才能なかったらどうしよう。ちょっと待って、ラップって、待って、俺の知ってるラップじゃない、まず。このスタートが。じゃあ続きを聞いてみよう。ピアノなの？ラップって。
よし、ありがとう。よし、お前はあれしよう。工場で働こう。ラップはやめよう。俺が間違ってた。俺も間違うことある。ラップはやめよう。お前は一生その工場で上司に殴られながら頑張っていこう。そういう人生もあるって。で、悩んだらまた俺にメール送ってこい。な？それでいいじゃねえかよ。いつでも俺はお前を、お帰りって。言ってあげるから。